新しいトラとして参加いただいている高井社長でございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。マクドラさんの安心感っていうのはやっぱりこう他には変えがたいというか、そうですね、自分はもうね前日にね、はい、代打でもいつも電話くれって言ってありますので、はい、皆さんこんにちは、プロレスアカデミアの吉村です。今回ちょっと、まあ、お客さんに来ていただいてるというか私がお伺いしてるんですけど、はい、ちょっと自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、皆さんはじめまして、国体セミナーの高井と申します。私は、まあ、埼玉県にあります学習塾国体セミナーというところで、はい、まあ、執行役員をやりながらですね、はい、まあ、グループ会社のドリームプラネットの方では、まあ、あの取締役の、社長をやっております。今日よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、今日は社長室からはい、お届けしてますけど、皆さん、おそらく受験生版タイガーファンディング見られた方はご存知だと思うんですけど、また新しいトラとして参加いただいている、高井社長でございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。今回で私が出て3本目の受験生版タイガーファンディングが多分公開された直後ぐらいだと思うんですけど、そうですね、はい、それまでずっと同じメンバーでされてて、うんうん、で入れ替わって私が新参者で入って、その次の、まあ、年齢とかね、あの業界のキャリアとか考えると全然違うんですけど、トラとしては少し私の方が先輩ということで、大先輩ですね。大先輩ですよ。2本分だけなんですけど、ちょっとまあ、当日のことも振り返りつつ、高井社長がどんな方かっていうのと、トラとして出てみての感想とかっていうのをお聞きできればと思うんですけど、まあ本当に急遽、まあ、ご参加いただいてってところで、まあ率直な感想どうでしたか、出てみて。緊張ですよね。緊張しますよね。緊張めちゃします、正直。ですよね。はい、めちゃくちゃしましたもん、緊張。まあ、はい、人前で喋るのは仕事でも。まあそうですよね。うん、よくあるし、もう20年以上喋る仕事してるので、はい、って思ってはいるんですが、やっぱりあの場所と、はい、あ、他の虎の方々。まあそうですよね。うん、皆さんインフルエンサーですし、はい、ちょっとね。まあ、緊張しますよね。まあ始まっちゃえば、あれでしたけども、はい、ちょっと撮影までの1週間は、わりかし、はい、来週だな、みたいな。まあ、なりますよね。いや、僕も本当に3ヶ月前とかなんで、1個目が。あ、そうだったんですか。そうです、そうです。覚えてるんですけど、やっぱめちゃくちゃ動画見ますよね、今までのやつを。あ、そう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 。そう、もう全部振り返って、そうそう、うん、どんな志願者来たらどうしようみたいな。そうですよね。そう。本当から緊張するんですよ。どういうキャラで自分が行くのかみたいなのも考えつつ、まあ望むんですけど、私の時初回がすごかったんで。あれですね。そうですね。ブチギレ回。キャストダイスさんの方で200万回超えてると思うんですけど。いや、そうですよ。だからキャストダイスさんの一番回ってる動画が、はい、あの回ですよね。そうですよね。うん、中山くんのやつっていうので。しかも、細井さんって開始直前に来るじゃないですか。いや、あれも。いつもなんですよ。すごいですよね。まあ、集合が一応10時。そうです、10時で、まあ、収録開始の30分前に集合してっていうなってるんですけど、うん、細井さんだけいつももう1分前とかに来るんで。いや、本当ですよね。そう、挨拶する暇なく始まったじゃないですか。あれで僕の時切れたんで、ブチ切れの回だったんで、そっか、もうマジでみたいな。まあ動画外では全然いい人なんですけど、うん、だからあの回は結構まだ穏やかな回だったんですよ。はい、まあそうですね。はい、確かに。今回出られたのは。うん、すごい新会社の方緊張しましたけど、絶対細井さんの方見ないですからね、最初。大体僕とか松原さんの方見てますから、怖くない方の人を見るっていう。なるほどね。あ、でもまさにこう3枠じゃないですか。はい、めちゃくちゃ目合ってました。あ、ずっと、ね、もうすぐこっち見てくるんで。やっぱ3枠ってでもやっぱり空気作られてますよね。はい、ああ、まあそうなんですかね。僕も初めてだったんで、うん、3枠は。ずっと4枠でやってたんですけど、まあ結構楽しかったですね。真ん中って喋りやすいなと思いました。なるほど。まあ結果の方はね、はい、皆さん動画見ていただいたらわかると思うんですけど、この他の虎の方の印象とか、はい、皆さん役回りがあるじゃないですか、あの中で。はい、これ変な話、はい、全く打ち合わせないじゃないですか。まあないですね。そうですね。始まってから、誰がどういう役割かみたいなのを、みんな肌で感じながらやみたいな。そうですね。その辺のプロフェッショナル感がめちゃ楽しかったですね。楽しいですね、うん、撮影ね。そうなんですよ。印象で言ったら、じゃあ誰が行きましょうかね。小場所さんは関わりがあるんですよね、以前から。あ、そうですね。まあ1年ちょっと長くさせていただいてるんですけども。普段と違いましたか、はい、そうですね。まあ、やっぱり、小橋さんの動画めちゃくちゃ見てるんで、はい、分かるっちゃ分かるんですけども、やっぱりこう全く台本がない中だったので、はい、そこはやっぱりいつもと違うんですよね。あ、やっぱり分かりました。違うのが。うん、小橋さん結構厳しい方なんで、受験勉強に対しては。そうですね。だからちょっと甘いことを言ってると、はい、もうズバッといかれますね。志願者の人は。確かに。そうだ、今までの、まあ見てても、はい、本質的な部分にこうアプローチするのが、やっぱ、まあ、上手って言っちゃうと失礼な言い方ですけども、うん、やっぱその見極めていく部分なんかはさすがだなっていう風にやっぱり思いましたね。そうですよね、うん、私どうですか、まあ、あの中で吉野さんも最年少じゃないですか。そうですね、20代は私だけだと思う。いや、いないですよ。でも全くそういう感じないですよね。あ、本当ですか。
多分トラってこういうことなんだなって思ったのは、はいはいはい、全然他気にせずに自分は自分みたいなのが正直20代とかそう、まあ、多分関係ないのかもしれないですけど、はい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 、より際立ってましたよ。あ、本当ですか。あんまりまあ忖度はしてなかったのはありますね。ないでしょ、まあ、あんまりとかゼロっすよね、まあ、ゼロですね。それがそのサラリーマン経験ないがゆえの、あれなのかもしれないんですけど、確かにまあ先輩として尊敬はしてるんですけど、うん、別にまあ遠慮するつもりはなかったんで、うん、っていうのは出てたのかもしれないですね。いやだ、それすごいと思って、まあ、まあ関西、はい、少しこうなまられてるのもすごくいいなって本当ですか思いましたね。トーンっていうか、はい、ペースも違うんですよ。アクセントになってるんで、はいはいはい、吉野さんが喋った時に空気がくって変わって、あ、本当ですか、うん、っていうのはすごく横にいて感じました。確かになんか関西弁とかもうちのチャンネルの方でも、うん、もっと出してほしいみたいな言われたんで、いやめちゃいいですよ。割と最近は素でやるんですけど、うんうん、関東の人が関西弁嫌うみたいなのもやっぱりあったりはするんで、うん、っていうので最初標準語で喋ってたんですけど、まあ、素で話す時は大阪弁になってしまうんで、うん、なんか全然その、はい、嫌な感じしないですよね。まあ、トゲはないかもしれないですね。うん、だから際立つんですよ、おそらく。だ3本目ですか、あれで。そうですね、あれで3本目です、うん、完全にキャラも立っててレギュラー化してね、はい、もう本当にもう柱になっちゃった感じですよ。まあちょっと今後ね、はい、いろいろ入れ替わるかもしれないですけど、まあ出ていきたいなと思ってます、ね、はい。じゃあ、あとそうですね、細井さんどうでした。それこそあって1分で収録スタートじゃないですか。いや本当ですよ出会って1分で収録でしたね、はい、そう収録で、はい、もう本当にあのままですよね、はい、動画のまま、表裏とかないし、そうですね、そうそうそう、まあ収録が終わってからの楽屋トークの時もそうでしたし、はい、楽屋トーク終わってからでも本当に回ってる回ってない関係ない、あの人全くカメラがあるかないかとかって見てないんじゃないかなみたいな。まあそうですね、確かにね、うん、職業何って言われたら多分知らない人いたら当てられないですよね。まあそうですね、そう、みんなだからそこに座ってる方々は、はい、まあ自分ありき、あ、そうですね、経営者の集まりですからね。そうなんですよ、本当にだからいい意味で、はい、お互い遠慮しない、忖度しない、はい、そうですね、自由に勝手気ままにやりながらも番組が成立するっていう中で、はい、ただキャラは理解してるんで、はい、まあ細井先生この辺でぶっ込んでくるなとかそろそろ来るぞみたいな、そういうのがなんかこうヒリヒリして楽しかったですね。あ、そうですね、うん、そしたら最後松原さん、はい、面識はあったんですか。ですね、松原さんは、クローズな関係では、はい、ちょっと実はあったんですけど、ね、ただお話ししたことは、お電話でお話、はい、まあ、それこそ、こう、視点が。実際に当たって。そうですね。はい、うん。の時のお電話。動画もともと見てたんで、はい、すごいハイテンションで、やってるじゃないですか。デブレイクスルー詳しいですでしょ。あれ、めちゃくちゃ面白くて。みんな吹き出しますね。いや、そうですよね。社内で見せても。そうですよね。松原さんは、はい、本当にあのままいい人じゃないですか。あ、そうですね。そう。この人、叱れるのかなとか、なんかすごい失礼ながら、なんか部下が悪いことした時とかどうしちゃってんのかなとか、はい、ちょっと心配になるぐらいいい人すぎて確かにね、そうそうそう、すごい腰低いですからね。めちゃくちゃ低いよね。私にアドバイスしてくださる時に毎回釈迦に説法かもしれないんですけどって言ってずっと敬語で一回り以上違うわけですよ。いやそうですね、そうなんですけど、はいはい、ずっと最初から低姿勢で、うん、私がメールでアポイント取って最初あったんですよ、ね、ああなるほど、そうです、うん、っていう時もすごい腰低くて、まあ、あのまんまの方ですね。まあ業界も長いじゃないですか。長いですね、先駆者といっても過言ではないぐらいオンライン塾としては長いですね。そうなんですよ、はい、で本も売れてるじゃないですか、何万部とかって、だからもっとなんか天狗になっても良さそうなのに、まあそうですね、全くないですよね。だからまああの企画も松原さんあっての企画だっていうのは非常に納得するんですよ、はい、やっぱりあれだけこうね、まあ、好き勝手やる虎がいてはい、ね、でこう好き勝手喋る中で松原さんの安心感っていうのはやっぱりこう他には変え難いというか、そうね、そういう魅力をすごい感じましたね。安心感、安定感ありますね。ありますよね、はい、やっぱり語学はね、あそこ他の人が座るとなったらなかなか、まあ、大変なんじゃないかなって大変ですね、うん、最後結局出すんじゃないか松原さんみたいなぐらいのなんか包み込む雰囲気があるんでありますね、まあ、この間は熱く語ってましたけどね、本編ぜひ見ていただきたいんですけども、はい、見どころの一つなんじゃないかなって、面白かったですね、横で聞いてていつまで喋んのかなこの人って思ってそう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 、まだ言うかみたいなそう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 、ぜひそちらまだの方はご覧いただければと思います。ぜひそうですね、はい、見ていただきたいと思いますね、はい、はい、ということで虎として初参加の国大セミナーの高井さんに今回参加した感想と各虎の印象っていうのをお聞きしました、はい、今後も出られる予定はあるんですかね。いや正直何もまだ聞いてないので、まあでも自分はもうね前日にね、はい、代打でもいつも電話くれって言ってありますので、はい、ではきっと今後も出られるということで、はい、出させていただきたいです。はい、はい、まだ国大セミナーさんのチャンネルの方もこちらの動画の概要欄の方に貼っておきますので、
はい、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。またあの国大セミナーさんのチャンネルの方で私が出演しているコラボ動画も上がってますので、そちらのまあリンクの方も貼らせていただきますので、ぜひ合わせてチェックしてください。それでは今回の動画はこちらで終了です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。